取れないしね。モモの内外線使うとね、エッチングに入れるからね。足の入れ替えだけだから。モモ絞って戻す。はい、後半の内足使うのがちょっと、外突きがずれちゃって、スタンス広くなっちゃうんだね。ここに次の内突きが機能しなくなる原因があるわけだ。外突きがずれて一段下がるんだ。なんだ。あれはエクササイズ、それとも何？ターン前半をずらしてでもいいから決めていこうとしてるんです。両足で角外すの。ほら、まず内足から外れて外って感じだった。